メタルファイター。あ、これね。これもね、ちょっと懐かしいというか、昔僕持ってたんですけど、メタルファイターミューズって。これね、なんつうのかな。なんつうのかな、これ。これ非公式ゲームなんですけど、インディーズみたいな感じのゲームなんですけど、これ試しできるんですよ、これ。試しができて、あいつを倒すんですよ。青いやつね、緑のやつ倒すんですよ。そうすればこれパワーアップできるんですね。だからパワーアップアイテムを取れば必ずあいつと対決しないといけないっていうちょっと謎のシステムなんですけど。懐かしいな、これ。昔持ってたんですよね、これ。手放しちゃったんですけど。再び購入できて嬉しいですよ、これ。で、またアイテム、新しいアイテムを取るためにはこいつと対決しなきゃいけないと。でも、ため打ちで大体倒せるんで、こいつは。はい、終わった。懐かしい、これ。昔よくやってましたね、このゲームね。あ、危ね。この音楽が。はい、終わった。どの動きが一番ベストなのかっていうのかな、いまいちわからないですけどね。あ、スピードですね、これね。新しい武器取るときだけで、あいつ戦わなきゃいけないんですよね。あー、食らった。今食らったな、あいつの。あ、これもいいな。レーザーなんですよね。これあんまりね、パワーアップばっかりしてたらなかなか進まないと面がね。よし、やっとボス戦まで来ました。これボス戦のやつ、3つ目のね。もうボス戦は なるべくパワーアップ状態でいかないとなかなか倒せないんで。硬いですから、こいつはね。なかなか硬いな、こいつ。よし、倒しました。これで1面クリアですね。はい、2面。この武器で行こうかな。これでまあ強いからこれで行こう。あまりもう、パワーアップ取りすぎて取ったら、ちょっと対決ばっかりで全然面が進まなくなるんで。あー、死んだ。これね、F を取らないと取れないんですよね。いや、懐かしいな、これ。よくやってたんですよね、昔。これ、普通に戻ったからパワーアップ取った方がいいな。やばいや。はい、倒した。あ、この武器やったらよかった、レーザーね。そういえば L やったもんな。これ昔ね、飛行式の、なんていうのか、インディーズ的な感じのゲームですけど、280円ぐらいで売ってたんですよね。それで安くで買って、結構ね、やってたんですよね。でもなぜかね、ちょっと飽きたのか知らないですけど、手放してしまってね。でも今もうこのゲーム高いですからね、普通に買ったら。
めっちゃ高く、値段高くなってますからね。これが収録されてるの嬉しいですね。よし、2面のボス。これどこ、真ん中狙うのか、これ。おー、伸びた。当たってないや、あんまり。伸びた時しか当たらんのか、これ。多分ね。いや、ああ やられた。でも、ボスからできるけどさ、厳しくなる余計にこれ。破滅でいこうか。おお、怖っ。ああ、タイミングずれた。タイミングがずれたね。ああ、やられた。ゲームはですね、最後までやっちゃいましたよ。